テイクバックの基本、という話ですけれども、まず三角形をキープするっていう話があるんですが、まあ、とにかくこのようにね、三角形をキープしているように見える、まあ、三角形をキープして確かに打ってるんですけれども、腕とよくね、腕とこう体でできる三角形とか言いますが、少しこう立体的にクラブと考え、クラブを用いてね、立体的に三角形を作ってみると、この三角形、これが大切な三角形というふうに考えてください。胸から出てくるですね、胸から出てくるこのラインと、この三角形のこのラインが崩れないように、ヘッドとの関係性ですね、この立体的な三角形が崩れないようにテイクバックする、これがポイントになってきますね。これがね、やはりシャフトを立たせたり、シャフトが寝ない、このように寝ていくような方っていうのは、この胸とのラインとの三角形が位置関係、距離がですね、こういうふうに僕が保持した状態、この距離を保持してスイングする、ことが、この左のこのクラブとの角度をね、保持するということですね。このように寝たりしてしまうと、この三角形が崩れてしまうんですね。で、この三角形が崩れないということは、この距離感が崩れない、このようにヘッドだけが動くような動きにはならないんですね。まあ、ここの三角形を崩れないような感じでスイングしていくと、オンプレーンでテイクバックできるようになるということになります。ですから、まずはここのスイングの中でですね、テイクバックとここですね、ここが後ろに行かないということがポイントになってくるんですね。そうすればフォロースルーも おのずと三角形がキープできるということになるんですね。この胸とのラインですね、胸のラインはこのね、このようにつけてですね、ヘッドにこう、と押してあげる。そうすればこのパッティングとかもね、このようなパターンの距離感を崩さない。まあ、それがウェッジショットとかにもつながり、ハーフショットだとかですね、そういうコントロールショットにもつながっていきますので、安定感のあるテイクバックの方法とは、このようなね、胸のラインと、三角形、立体的な三角形をイメージして練習してみてください。原田ゴルフ動画レッスンチャンネル、ほぼ毎日、夜9時に、アップしております。最新動画見逃したくない方は、チャンネル登録よろしくお願いいたします。